わあ、ちょっと待って。ちょっと待てよ。今さ、なんか、モヤモヤが見えたから、急遽ね、動画を回しているわけなんですけど、これ動画撮れてるよね？大丈夫？これで撮れてなかったらちょっと困るんだけど、はい。っていうことで、ちょっとね、今急遽動画を撮ったところなんですが、なんとね、アンソニーに、モヤモヤが出ております。え、マジで言ってんの？これはまさか引っ越しフラグか？いや、びっくりした、ちょっと。なんだなんだ。あ、どうしたものかって言ってるわ。いや、どうしたものかって言われても、俺に言われても困るよ、それは。ちなみに、こちらのアンソニーなんですが、どこから来たかと言いますと、まあ、昔から動画をご覧いただいてる方なら、まあ、ご存知かもしれませんが、こちらのアンソニー、なんとね、シュガートーストからやってきたんですよ。そうなんですよね。引っ越してきたわけなんですが、いつぐらいに引っ越してきたっけ？確か7月ぐらいだったかな。まあ、6月の終わりか。確か6月の終わりぐらいにうちの島にやってきたのかな。だからまあ、結構経つんですよね、うちの島に来て。4ヶ月ちょいぐらいか。いや、まさかここに来て、引っ越しか、これは。卒業フラグですかね。まあ、ちょっとね、話しかけてみないとわからないんですが、おそらく引っ越しじゃないかなと思いますね。では、話しかけていきましょうか。いや、ちょっと待って。めちゃくちゃ緊張するな。まあ、とりあえず話しかけていきたいわけなんだけど、よいしょ。兄さんから少し考え事をしていたところさ。あ、この反応はどうなんだ？てか、兄さんって言い方が面白すぎるんだけど。いつから君の兄さんになったんだ？そもそも、俺より多分アンソニーの方が年上に見えるんだけど、これは気のせいか。まあいいや、とりあえずちょっと話を進めていきましょうか。実は僕、このウホウホ出ようと思っているんだ。うわぁ、マジか！ってことで、アンソニーの引っ越しが、まあ、この度確定いたしました。いやぁ、マジか！ってことで、まあ、引っ越し、おめでとうございますとはね、ちょっと言い難い状況ですよね。まあ、出会いもあれば別れもあるということで。まあ、アンソニー君、今まで、うちの島に貢献してくれて、ありがとう！ってことで、ああ、どうしよう。まあ、実際のところ、まあ、離島ガチャをね、ちょうどやろうと思っていたところだったんですよ。で、実はね、この動画と別の内容の動画を撮る予定だったんですが、まあ、急遽ね、ちょっとアンソニーに引っ越しフラグらしきモヤモヤが出ていたので話しかけたわけなんですが、あー、どうしよっかなー。アンソニーか。めっちゃ迷うな、これ。この広い世界のどこかで僕を待ってる人がいるような気がするのさ。ってことで、やばい。めっちゃ迷う、これ。どうしよう、みんな。めっちゃ迷うんだけど、行かないで行ってらっしゃい。けど、まあ一応ね、引っ越し候補っちゃ、まあ引っ越し候補だったんだよね、アンソニー実は。まあ、触れるお姉さんか、アンソニーか、ブーケで悩んでたんだけど、けど、実際に、引っ越すって言われると、やっぱ行かないでって選択したくなるよね。わかる？この気持ち。まあ、せっかくね、うちの島に来てくれたわけだから、本当はね、ちょっと行かないでって言いたいところなんだけど、まあ、現実的にちょっと難しいか、これ。まあ、ここはね、ちょっと涙を飲んで、行ってらっしゃいよね、ちょっと選択したいと思います。もう仕方ないね、ここは。今までありがとう、兄さん。まあ、兄さんって言われるほどの仲がどうか、ちょっとね、置いといて。まあ、そこはね、ちょっと残念かな。悲しむことないよ、生きていれば。また会えるさ、ご覧よ。おお。アンソニーのこの目が、なんか哀愁漂ってるね。っていうことで、アンソニーがちょっとこの度引っ越し決定いたしました。まあ仕方ないっちゃまあ仕方ないのかな。まあ仕方ないっていう一言で、ね、片付けるのもちょっとあれなんですけど。マジか。ただまあうちの島に来て結構経つからね、まあ卒業の時期っちゃまあ卒業の時期なのかな。まあ言ってももう4ヶ月ぐらい経つわけでしょ。もっとか。そんぐらい経つわけだからさ。そう思うとなんかね、時の流れを感じますよね。もうそんなに経ったのかみたいな。ね。いや、懐かしい限りよ。ね、その頃から見てくれてる人ってどれぐらい今いるんだろう。ちょっとね、わからないんだけどさ。ねえ、アンソニー。いや、今までありがとう、ほんと。うふふ、わかったから落ち着いて話してごらんよ。もうすぐこのウホウホともさよならか。ああ、なんかため息ついてるけど内心嬉しいんじゃないの？内心どうなんだろうね、これ。まあ、嬉しいのか悲しいのかちょっとね、わからないんですが。
荷造りは明日するつもりさ。今はまだ実感が湧かなくて。でも不思議と心は晴れやかなんだ。おい。ちょっと待って、本音出てるぞ、本音が。実際は、この島を出ていきたいってことでしょ、これ。もう、ちょっとアンソニー。はい、ということで、アンソニーの引っ越しがまあ決定したわけですね。まあ、とりあえずね、そういった背景もございまして、まあこれから離島ガチャをちょこちょこやっていくことになると思います。はい。まあ具体的に誰を狙うかっていうところなんだけど、まだ決めてません。はい。まだ決めてなくて、まあ今まではね、まあ特定のキャラを、まあ、狙ってね、離島ガチャをね、することが非常に多かったんですよ。で、ちょっとね、マップを見ていきたいんだけど、まあ今の住民のラインナップとしましてはこのような形になっております。で、このうちですね、離島ガチャで、まあうちの島に来ていただいた住民がですね、まずこちら、クリスチーヌ、で、ミスズ、そして、チャチャマル、フランスはジャック、っていうことで、まあ半数の住民がね、離島ガチャで来てくれてるわけなんですよ。はい。まあそういったね、背景もございまして、うん。またまたね、ちょっと離島ガチャをね、やることになってしまったわけなんですが、どうしましょう。だからなんか特定の誰かを狙うというより、今回はね、なんかその自分の島に合いそうなキャラをね、ちょっと勧誘したいと思っております。まあ要するに何が言いたいかというと、あえて特定の住民を、まあ狙わずに、まあとりあえずね、何回か離島ガチャをね、やって、で、その中で、まあ気に入る住民がね、ビビッと来たね、住民がね、来たら、その住民を勧誘するっていう方向でちょっとやっていこうかな。ね。ちょっとそっちの方向でやってた方がいいかなと思ってますね。まあ、とりあえずそういった方向で考えております。なので、まあ、明日からか今日からかちょっとね、まだわかりませんが、離島ガチャをね、しばらくやっていくことになると思いますね。まあ、もしかすると、うちの島に合うって思うね、住民が。もし1回目の離島ガチャで現れたら、もうそれで終わりですよ、もちろん。ね。まあ、何回ぐらいやるか正直わかってないです。ただね、マイル旅行券がそこまで数がないから、ちょっと考えて使わないといけないね。うん。なんか、前みたいにさ、もう何回も何回もね、無限に行けることはないので、まあね、マイル旅行券を集めればいい話なんだけど、マイルもね、だん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 なくなってきたということで、ちょっと難しいかなという状況ですよ。はい。ということで、ぜひ、離島ガチャシリーズ、また皆さん見ていただければと思いますね。まあ動画と生放送、まあどちらでやるかまだ決めてないんだけど、多分どちらでもやるかな？うん、どちらでもやると思いますね。まあ、生放送でちょこちょこやってもいいかな。ねえねえ、社畜ちゃん、ベンチに座りながらまったりトークでもしようよ、金くれ。おお、クリスチーヌちゃんか。ちなみに、クリスチーヌちゃんはね、うちの島に来て、今で4ヶ月目ぐらいかな。ね。そう、割とね、住民たち被っておりまして、まあなんでかっていうと、ちょうどね、離島ガチャにハマっていて、離島ガチャやりまくってたね、時期に、みんな来たんですよ。そうそうそう。チャチャマルとかジャックもね、多分同じ時期かな。そう、フランソワちゃんとかも、ミスズちゃんとか。ね、6月7月ぐらいに離島ガチャにハマっててずっとやってましたからね。まあ最近はね、ちょっといろいろね、問題があってやってないんですけど、まあ問題っていうかやることが多すぎて、ちょっとできてないっていうところがあるんですが。あとさ、離島ガチャするのはね、まあ別にいいんだけど、時間を固定しないといけないじゃん。そう、目当ての住民が出るまで固定しないといけないから、時間をね。そこがね、とてつもなく大変なんだよね。で、あとはね、アプデが随時に、ね、入ってくるから、まあそのためにちょっと離島ガチャをやめたっていう背景があったんですが、まあ、3ヶ月前ぐらいにね、サブ島を、まあ、作るために任天堂スイッチを買ったので、まあそちらの方でね、まあ季節のイベントとか進めることができるから、まあこちらのメインの島はね、ちょっとしばらく離島ガチャをやってもいいかなと思っております。はい。まあそんな感じですね。で、フランソワちゃん、久しぶりだな。お話を。今日はいつもより早起きできたから、いっぱい用事を片付けられて、なんだか得した気分だわ。なるほどね。まあ確かに早起きは三文の得って言うからね。ところで皆さん何時にいつも起きてますか？休日と平日だったらどっちが早く起きる人が多いんだろう。自分はね、昔は、まあ、昔っていうかまあ小学生時代って言ったらいいのかな。そう、小学生時代はね、あーくそーモミジを捕まえられなかった。まあその話は置いといて、小学校時代はね、休日の方が早く起きてたんですよね。なんか休日って言うだけでウキウキしちゃってて、朝の5時ぐらいに起きてましたね。平日は朝の7時半に起きてたのに。なんかやたら早く起きたくなるんだよね。まあ時間を有効活用したいっていう背景はあったと思うんですけど。
ね、めちゃくちゃ早く起きてた記憶があるわ。土日をね、いつもウキウキで。あ、ちょっと待って。フレルお姉さんだ。あのさ、いきなりだけど、あんたのこと今度からあだ名で呼んでいい？あだ名で呼んでも別にいいよ。確かさ、あだ名ってある一定の、ま、好感度に達しないと、確かつけてもらうことできませんでしたよね。っていうことは、え？まさかのフレルお姉さん結構好感度高いパターンか、これ。まさかの高いパターンなの。実はあんたにぺったりのを考えたんだ。聞きたいだろ？お疲れ。教えてくれ。なんだそのあだ名は。バーン、シャボーだ。シャボー、ちょっと待って。シャボーって何？シャボーって。まあ、別にいいんだけどさ、シャボーってなんだ？あー、まあ、なかなか個性的なね、あだ名をつけてくださいましたね。あ、ありがとうございます。それ最高、やだ。っていう選択肢が出てるわけだけど、とりあえずそれ最高って選んどこうか。はい。そう言ってくれると思ったよ。うんじゃ、改めてよろしく、シャボー、お疲れい。で、ちょっとね、ポストの中を見ていきましょうか、久しぶりに。結構久しぶりじゃない？おお、久しぶりということで、なんかめちゃくちゃ手紙が届いてるな。やばいね。てか手紙付きのやつ、手紙っていうかプレゼント付きのやつがめちゃくちゃ来てるわ。ちょ、これ気になるな、ネッシーからのやつ。ちょ、これ読んでいこうか、せっかくだから。見る目のある社様すごいえ。この前お部屋を片付けてたらこんなものを見つけたんだ。僕こういうのよくわかんないからよかったらもらってくれないかな。本物か偽物か君の目で確かめてみてね。掘り出し物かも、ニッシーより。お！なんだこれ？おい！これ期待していいのか？とりあえず中開けていきましょう。プレゼント開ける。さあ中身なんだ？素敵な名画。お？素敵な名画ということで、とりあえず飾っていきましょうか。はい。おお。え、これさ、え、みんなわかる？これ本物か偽物か。ちょ、俺さ、あんまり絵に興味なくて、本物か偽物か知らないんだよね。これどうすか皆さん。え、これ偽物？本物どっちだ？まあ、風太くんのところに持ってったら、まあ、一発でわかるんだけど、これどうすかね。もしわかる方いらっしゃいましたら、ちょっとコメント欄にね、これ本物やでーとか偽物やでーとか書いていただければ、すごくね、助かりますね。はい。ということで、まあそろそろね、動画終わっていきましょうか。ね。また長くなってしまったら、まあそれもね、それなので。はい、ということで終わっていきます。最後にチャンネル登録をね、忘れずにぜひぜひよろしくお願いいたします。ではですね、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ！ぜひね、離島ガチャも見てください。バイバイ！